甲子園の大舞台に挑みます。3月に開幕する春の選抜高校野球大会に星稜高校が出場することが決まりました。選抜出場の連絡を今か今かと待ちわびています。会議室には独特な緊張感が漂っています。春の選抜大会の出場校は午後3時ごろから順次発表されました。待つことおよそ30分。ありがたくお受けいたします。ご連絡ありがとうございます。星稜高校は秋の県大会を制し、北信越大会でも強豪校を相手に勝ち抜き準優勝していました。春の選抜大会は2年ぶり15回目の選出です。3月末で退任することが決まっている林和成監督とともに甲子園の大舞台で戦います。嬉しい気持ちとそれ以上に、しっかりこれからやっていかなければいけないという使命感の方が強いです。正直今のところ全くそういった特別な感情はなく、このチームをどうやって、選抜で、勝たすことができるかと目の前のことで頭がいっぱいです。北信越石川県代表として選抜に出場するわけなんで、しっかり優勝旗を石川県に持って帰れるように頑張りたいと思います。僕たちの代はその前の代とそのもう一個前の代もコロナウイルスの影響で出れなかったっていう、その2学年分の先輩方の思いも背負っていると思うので、その選抜で自分たちが輝いている姿を見せて、その先輩に恩返しをしたいなと思ってます。自分はエースなので、しっかりピッチャー陣を引っ張っていかないといけないですし、しっかり自分が抑えれば試合にも勝ててくると思うので、そういう面では自覚があります。選抜大会は3月4日に組み合わせ抽選会が行われ、18日に開幕します。